タイタニックの次になんとアバターが来ちゃいました。これはもう本格的にツムツム運営さんが他社20世紀フォックスに接触してるということで、マジで来てもおかしくない20世紀フォックスキャラ5選やっていこうと思います。一般的に見てここら辺がこういう理由で来そうだなとか、まあ、個人的な主観でやってるのも忘れなく、まあ、あと全部の20世紀フォックスの作品を見たわけじゃないので、そこら辺も主観が入ります。よろしくお願いします。まずはトップバッターはホームアローンですね。ホームアローンは金曜ロードショーとかでよくやってるので見たことある人多いんじゃないでしょうか。まあ、アバターやタイタニックに並ぶ知名度もあるし、こうディズニープラスで新作も公開されていたりと、まあ、根強い作品になります。ざっとあらすじを言うと、クリスマスみんな旅行行くってなって末っ子の子がだけが家に取り残されて、まあ、留守の家を狙う泥棒とどう相手するかを描いたコメディ映画です。1と2はマジで良作です。次、シンプソンズ。ストーリー知らなくてもこのビジュアルは見覚えある人多いんじゃないでしょうか。まあ、こちらもコメディ作品で映画なんかもやってて、なんか日本語吹き替えで映画で所ジョージさんとかやってましたね。話数がとにかくね多いんですよね。夏休みディープラで見たんですけど見終わりませんでした。サブツムとかでね役立ちそうですよね。次、アナスタシア。元ディズニーで働いてた人が監督になって作られたという作品ですね。まあ、いとこみたいな感じ。そのため、まあ、動きやら何もかもがディズニーにすごい酷似してて、もろディズニー映画として楽しめると思います。まあ、要は他社のディズニー映画が買収されたから今、ツムツムに来たら熱くねって意味で入れました。そうですね、ただの願望になります。まあ、とはいえアナスタシアもディズニーチャンネルとかで、昔放送してたとかはあるんで、まあ、ある程度の知名度もあるし、ディズニーをやってた人が監督やってるから世界観とかも変な感じになってないので、まあ、入れやすいんじゃないかなと思い選抜しました。次、エイリアン SF ホラー代表作ですね。映画好きの方だったら多分見たことあるよっていう方もいると思うんですけど、まあ、過激なんでね、ちょっと見る機会は少なそうな気がします。夢が広がりますね、彼が来てくれたら。もともとかっこいいキャラを積むのデザインにした時っていうのは基本両デザインになるので、そこら辺も期待してます。スキル演出はちょっとグロテスクになっちゃうかもしれないんで考えなくちゃいけないかもしれません。最後、デッドプールですね。これ来たらめっちゃ熱いんじゃないでしょうか。知名度もこれ知らない人の方が多そうだし、話題性も十分だしいいと思います。もうこれは復刻しませんね、絶対。デッドプールも制作にマーベル関わってるし、まあ、スキル演出もね、作りやすそうなんじゃないでしょうか。もう、刀でクロス消去した後、最後爆弾投げるとか、エージェント P みたいにジャイロが効くスキルだったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回5つの作品をバババッと見ていきました。他にも X メンのウルヴァリンだとかね、紹介できたのはたくさんあるんですけど、とりあえず今回はこの5体を選抜させていただきました。まあ、これもね、多分時間が経ったら来るんじゃないかなと思いますので、楽しみにしておきましょう。というわけで今回の動画は以上となります。それでは。